はいどうも、じゃあササヤンです。本日もニュースをつついていきましょう。本日はあのニューヨークタイムズが香港オフィス、このオフィスね、今香港やばくなってるじゃないですか。なので香港オフィスを韓国のソウルに移転しますという記事がありましたので、それをご紹介します。それでは早速朝鮮日報から、見出しがですね、ニューヨークタイムズ香港からソウルへ引っ越し。それでは本文を読んでいきましょう。米日刊紙ニューヨークタイムズが香港にあるデジタルニュース機能をソウルに移転することにしたことを14日発表した。中国が今月から施行した香港国家安全維持法で香港内の取材活動に制約が生じたためだ。ニューヨークタイムズは香港にアジア地域のデジタルニュース本部を置き、米ニューヨークタイムズ本社や A ロンドン本部とともに24時間ニュース運営システムを構築してきた。なるほどね。これは1日の時間軸を、世界で3分割していたっていうことなんでしょうね。ニューヨークとロンドンと香港、これね、それぞれ、デイタイムっていうんですか、この昼のね、ワークタイムの時間をこう割り振っていくと、ちょうどね、この24時間を円で例えならば、こう3分割になっていくというような感じでしょうかね。これであれば、印刷がね、必要のないとする、このデジタルメディア、インターネットメディアに関してはれば、24時間体制で編集を組んでいくことは可能でしょうし、あともう一つ、一つやることはおそらくなんですけどもね、これ株式市況だとかそういったものにも対応できますよね。ニューヨークが深夜の時間帯でも東京とか中国っていうのは、株式マーケットが開いていますから、この体制であれば、株式相場の情報なんかにも対応できる。世界を股にかけてニュースを作るっていうのはこういう体制でなければならないんでしょうね。はい、それで続けますが、しかし先月香港国家安全維持法が中国で可決したことから、香港がアジアのジャーナリズムの拠点としての機能を果たせるのか不確実になったと同紙は説明した。事実、中国政府はニューヨークタイムズなど3つの米国メディアの取材関係者に今年の3月事実上の追放措置を下した。これはあれですかね、フィナンシャルタイムズだったかワシントンポストだったかちょっと忘れましたけども、香港で武漢ウイルスの批判をしたら就労ビザを取り消し、ね、停止されたみたいなね、そんなことがあったかと思うんですが、それを指してるんでしょうかね。いやー怖いですね、中国っていうのはね。はい、それで追放措置は米中対立による煽りを受けたものだが、香港国家安全維持法が施行されて以降、香港もこうした動きと無関係ではないというのが同紙の見方だ。ニューヨークタイムズは一部の当社役員、社員は労働許可証の確保は危険な状態だと明らかにした。同紙はデジタルニュース人員を移しても香港事務所に取材人員を残す予定だ。はい。で、記事の結びになりますけれども、香港からの移転候補地としては当初ソウルの他にタイのバンコク、シンガポール、東京など検討されたという。だが、これらの中でもソウルは外資系企業に優しく独立したメディアがあり、アジアのニュース市場で重要な役割をしているという点が考慮されたと同紙では説明している。おしまい。移転先がソウルなのはニューヨークタイムズの意思によるものなので、別に勝手にすればいいじゃんと思いますが、ただ、ちょっとね、一部訂正させてもらわなきゃならないですよね。日本から見たらね。ソウルは外資系企業に優しくと言っておりますが、日本企業から、これ日本企業もそうでしょうね。韓国から見たら日本企業も外資になるわけですが、このね、外資である日本企業から見たら、相当厳しくね、偏った市場になってるんですけども、ニューヨークタイムズさん大丈夫でしょうかとね、一言犬の遠吠えみたいなことをね言わせていただきましたけれども、さてもう一本ね、この情報を保管する意味で産経新聞も読んでいきましょう。見出しがですね、中国心配する必要ないニューヨークタイムズ拠点移転で、ではね本文を読んでいきます。中国外務省の華春瑩報道局長は15日の記者会見で、この華春瑩って人は、よく河野太郎さんとかがね、外務大臣だった時は、ツーショット写真で出てきた、ちょっとね、なんていうんですかね、ちょっとぽちゃっとした熟女ですよ。これ、ちょっとぽちゃっとした熟女って言うと褒め言葉になってるかどうかわかりませんが、僕は好きですよ。僕は片瀬里乃だとか好きなんで、ぽちゃっとした熟女も大好きなんで、ですからこのね、華春瑩報道官っていうのも、僕は大好きなタイプの一人ではあるんですけども、何のフォローしてるのか、さっぱりよくわかりませんけどもね。はい、続けてみましょう。その華春瑩報道局長が米有力紙ニューヨークタイムズがアジアのデジタルニュース編集拠点を香港から韓国ソウルに移転することを発表したことに関連し、法律を守り規則に従って報道しさえすれば何も心配を感じることはないと思うと述べた。
ここはちょっとね、笑っていいところなのか何なのかちょっとよくわかりませんけどもね、昨日の動画を見てくれた人ならわかるかと思いますけれども、通称キツネ狩り作戦というものが中国に存在しておりまして、宗教を悪く言う人間は口封じするからなみたいなことをですね、公式な記者会見の場で述べたというね、その動画を作ったんですけども、今回はこのカー春英の報道官によれば、法律を守り規則に従って報道しさえすれば大丈夫だって、いや全く信用なりませんからねはい、それで、中国政府による香港の統制強化を目的とした香港国家安全維持法は第54条で、香港に駐在する外国の報道機関の管理を強化すると明記したこれで大丈夫ってことなんですが、いや全く信用なりませんね。はい、それで国家安全維持法に対しては不法行為の定義が曖昧で恣意的な執行につながりかねないとの懸念が出ている。カ・シュンエイ氏はニューヨークタイムズの決定について、外国メディア内部の措置については何もコメントしないと述べた。おしまいと。しかしね、この外国メディアが香港から逃げ出そうという行為、これを聞いた時は根性なしかって最初思ったんですけども、ただね、これ実際現地の情報をつぶさに観察していくと、僕が香港特派員だったとしても逃げますよ本当逃げますね。これ根性論では片付けられない大問題ですね。相当やばい問題ですよ。さっきカ・シュンエイ報道官が法律を守って規則に従えば OK みたいな風に言っておりましたけれども、現地の雰囲気や空気感を見ていけば、カ・シュンエイ氏のこの言葉は何の役にも立ちません。だって香港ではサイレントオペレーションという行動が今ございまして、これは香港の人たちがショッピングモールだとか人が集まる場所で A4 の白紙ペーパーを持って、香港警察当局に抗議しているんですよ。これね、ちょっと今これがね、その A4 だったとしまして、これで何も書かない、ここに何のメッセージもない状態で白紙の状態で、香港当局、警察当局に抗議をしているということなんですよ。で、本来だったらここにね、いろんなメッセージを書いて、で、抗議したいところなんだけども、それをしちゃうとすぐに捕まっちゃうということでね、もうめちゃくちゃやばいでしょ。ね、言論の自由を完全に奪ってる、そういう行為を今ね、香港がやられてると、香港の人たちがやられてるということなんですよね。だからさっきも言いました、サイレントオペレーションというのは、つまり言葉も発することができず静かに行動することしか今香港の人たちはできない、抗議の意思をそれでしか示すことができないということで、本当にどう考えてもね、やばい状況、異常な状況下に置かれているんですよ。これをね、肌感覚で分かっているニューヨークタイムズの香港オフィスの人たち、あるいはその記者さんたちが、ね、これ毎日目にしているわけですからね、この白紙の抗議活動をね。いや、それは中国人であろうが、外国人であろうが、誰だって今の香港から逃げたくなりますよね。日本のニュースではほとんど報道されていません。しかし、世界に目を移せば、世界のニュースでは、例えば CNN だとか BBC だとか、こういったね、テレビメディアっていうのは、24時間やってるね、専門のニュースチャンネル番組を持っていて、そこで、こういったね、さっき言った白紙行動だとかね、活動、抗議、こういったものがバンバンね、動画、まあ、映像として流れていってるんですよ。日本だけなんですよ。この状況を深刻に捉えて、テレビメディアが伝えていないのはね。これ日本の国民だって今の香港の状況をきちんと流してあげれば、報道ベースに乗っけてあげれば、世界と同じように香港を大変心配するんだろうけれども、やっぱりね、全然少ないんですよね、ニュースの扱いがね。新聞はちょこちょこ記事で取り上げているんだけれども、やっぱこれ新聞のね、活字メディアよりは、この映像メディアでこういったね、白紙抗議をやっている人たちが、こうずらずらずらっとね、ショッピングモールのこの2階だとか3階のあたりからですね、こうね、1階を眺めながらこうやってね、抗議活動していく、そこに1階にはですね、テレビメディアだとか、あるいは警察官が立ち並んでいるわけですから、それらに向かってこうやって抗議をしている、そういった景色、活動を動画として収めて配信していかないといけないですよね。日本のテレビメディア何をやってんだって、本当にね、心配してますよ。これね、日中記者交換協定があるだからとかなんだとかっていうことを言う人いますけどね、それこそメディアは報道の自由を求めて、そんな協定知ったことかくらいな気概を見せてほしいところなんですけどもね。いや、本当にね、香港も心配していますけども、日本のマスメディア、テレビメディアも心配の種であります。まあ、そんな感じで、今日もあんまりというか、最近ほぼほぼなんですけどもね、揚げ足を取る笑いを入れると、即あれになっちゃうんでね、シュールな笑いが全然入れられない状態が続いておりますけれども、本日も張り切って謎かけで締めたいと思います。一国二制度とかけまして、白紙抗議と解きます。その心は、
もう保安婚しかないということで、ちょうど良い心地よさの冷風が今ここに立ち込めておりますけれどもね実はあの笹山ですね、1997年6月25日イギリスから中国に香港が返還されるこの6月25日の1週間前だったかと思うんですけども、香港に旅行に行っておりました。滞在はね3日だったか4日ぐらいだったかですけどもね、ただね、当時の状況を思い出しても、あの当時はね、あのネオンでこうドラゴンを形作りまして、今みたいに LED はないわけですから、こうネオン管みたいなもので、ドラゴンを作りまして、あちらこちらにそういったね、ピカピカ光った、ドラゴンの模様、あの中国人ってあのドラゴン好きじゃないですかね、竜ね、なのでそういった形作られていて、で街全体でもう夜な夜なね、あの花火を打ち上げていて、香港変態万歳みたいなことをやっていてね、あれから23年経って今現在がこれでしょ。いや本当ね、中国のサラミスライス戦略っていうんですかね、あれって注意していかないと本当に騙されてしまいますからね、日本も安穏としてはいられませんよ。それからね、今の台湾だってついこの間ね、蔡英文氏勝ちましたけども、あれが高雄市長が台湾のトップになっていたとしたら、そこから20年かけてサラミスライス戦略みたいなものがね始まっていたであろうことを考えると、本当にね戦慄でしかありません。ということで、本日も面白かったよためになっている方は、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。